はい、水墨画の楽しいお時間がやってまいりました。見てくださってありがとうございます。水墨絵師の墨禅です。はい、では、今日もですね、皆さんと一緒に水墨画楽しんでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日はですね、皆さんと一緒に琵琶を描いていこうと思います。よろしくお願いします。では、紙はですね、今日は玉板使います。はい、ツルツルの方に描いていきますね。墨は河川の青墨、墨液を使っていきます。パレットにですね、すでに入れております。お筆はですね、付けたて筆を使っていきますよ。はい、では始めていきましょう。まず、濃い墨毛先につけまして、パレットコロコロ法です。はい、で、お筆はですね、くるっと回す感じ、こんな感じ。はい、もう一回いきますよ。先に濃い墨つけて、お筆をこっち向きかいかな、くるっと回す。はい、もう一回いきましょう。ちょっと濃い墨つけましたよ。辺がいいかな、くるっと回す、こんな感じ。そうすると琵琶が3つ並びました。はい、構図に困った時はね、3つ書いちゃいましょうね。で、こんな感じでちょっとだけ形整えちゃいましょうか。で、琵琶の葉っぱはね、細長い感じなんですけど、お筆に同じように取ってコロコロしておきます。結構ね、水分たっぷりの方がいいかな。いきますね。1、2、こんな感じで、二筆で長めのをね、作っておきます。もう一回いきますね。薄墨つけました。毛先にちょっとだけ濃い墨つけますよ。でいきます。1、2、こんな感じかな。で、こんな感じでですね、ちょっと葉っぱはこの辺にしておいて、枝いきましょうか。ですね、ちょっと濃い墨を、お筆を洗ったら水分結構しごいといって、濃い墨を拭うように取ります。で、ちょっとコロコロしておきましょう。結構ね、黒くいきますよ。で、水分ちょっと根元の方からね、取っておいてください。で、ここに3つあるので、この辺から下がってくるかな。で、琵琶の、枝は結構ね、くねくねというか、ジグザグに動かしながらした方が枝っぷりが表現できます。なので、こんな感じかな。ですね、ここを来て。で、こう、岩にくっついているって感じですね。はい。で、今バランス見ます。ここにもう一本葉っぱあった方がいいかなと思うので、薄墨にまた毛先に濃い墨つけて、はい、で、葉っぱいきますよ。こんな感じかな。で、尖るというよりちょっと丸みがあるんですよね。濡れてる間に修正します。こんな感じか。で、葉脈打っちゃいますね。葉脈は濃い墨を毛先につけます。結構琵琶の葉っぱしっかりしてますよね。
な感じかな。はい、しっかり入りました。で、琵琶のですね、ここのところにあのおへそみたいにね入るので、ちょっと乾いてからの方がいいんだけど、一応ティッシュで水分押さえときます。よいしょ。うわお、水分か。はい、こんな感じでですね、かき上げました。はい、はい、琵琶の出来上がりです。はい、皆さんもよかったら練習してみてください。はい、では、また次の動画でお会いしましょう。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。松木牧前でした。